スペイン一部 FC バルセロナの下部組織、アレビン AU12 に日本の若き才能が入団したことが分かった。バルセロナ在住の小学4年生の西山晋太くんは8月26日にバルセロナ市内で行われたチームの全体練習に参加。31日に行われたメモリアル・エンリック・ローダ・サブ 11A の大会に出場し、CE マンデザ戦でゴールもマークした。 東京出身の西山くんは5歳からレアルソシエダに所属する日本代表 MF 久保竹房のトレーナーとして知られる騎馬国旗氏に支持し、ポテンシャルを磨き続けてきた。8歳で家族の仕事の関係でスペインに引っ越し、昨季はバルセロナ地元のビールメーカーエストラージャダムの所有する育成クラブで活躍。昨季はカタルーニャリーブ戦30試合で54得点、24アシストの大暴れで、 スカウトからの評価を高めていた。関係者によると、同じバルセロナを本拠地とするエスパニョールの下部組織からもオファーを受けていたが、同じ左利きのアルゼンチン代表 FW リオネル・メッシという憧れのレジェンドが活躍したバルセロナを選んだ。すでにカタルーニャ州リーグで今季の同チームのメンバーにも正式に登録されているという。12月に10歳になる西山くんは本来アレビン C、U11、 所属となるはずが、実績を評価されて飛び級でのアレビン A でのプレーとなる。日本代表で活躍する久保武英は、2011年8月にバルセロナの入団テストに合格。10歳でアレビン C 入りとなったが、今回は久保をも超える飛び級での世界的名門入りという快挙になる。西山くんは腕の怪我をきっかけに、久保も支持するプロトレーナーの木場国旗氏に5歳から弟子入り。 体感とバランス、臨床性を強化する木橋のトレーニングメソッドを毎日続けることで、大きな怪我もなく成長を続けてきた。久保、2014年にレアルマドリードの下部組織に入団した MF 中井隆夫、現アモレビエタ、に続き、日本人3人目のビッグクラブ入団を後押しした木橋はこの夏の一時帰国中も直接指導。 幼稚園の時期から体幹トレーニングに毎日真面目に取り組んでいる。日本サッカー界の至法としてバルセロナのトップチームデビューまで大きく羽ばたいてほしいと振動の実力を高く評価していた。